回の、ね、復習からしたいと思いますね。メレンゲはもうとにかく基本的にはですね、こういうふうにもう足踏みのみでしたよね。まあ、早い足がこのようにバタバタ足踏みしてれば楽しい踊りなので、で、回転の復習をしましょうね。足型をって言いますかね、あの動作を、して動作を覚えて、こう回したりですね、まあ、自分が回ったりとか動作を覚えて、それを全てこの、ね、メレンゲ の均等な足踏みというか一様な足踏みをつければいいので、まず動作を、ね、しましょう。じゃあこうやって男性左手、女性右手の、まあ、こういうのをホールドと言いますね。組むことですね。ホールドと言いますね。それして回しますね。一回転、女性は、右回転で、右の肩を引く方が右回転。で今度は、このままでしょうかね。このまま左回転。でとっさに右回転とか左回転どちらかわからないと思いますが、時計回りが右回転ですからね。なので右の肩を引く方が右回転、左の肩を引く方が左回転と覚えるんですね。今度男性も回りましょう。じゃあこの腕をくぐるように、男性これはどっち回転でしょうね。左回転ね。今度右回転しましょう。よいしょ。はい、今度は手を反対にしましょう、ね。ディスプレイの前で皆さんもしてください。まず女性を回しますね。もう一回しましょうね。固定の手を頭の周りをね、大きい円を描くようにすればいいです。今度は反対回し、これはどっち回りか分かりますか。女性は今左を引いてますから左回転ですね。まあ回転方向はあまり重要じゃないのでね。で男性も回りましょう。よいしょ。で今度反対、ね。これらをそれぞれ、今動作を説明しましたので、今度はメレンゲの足踏みをつけてやってみましょう。はい。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6,
別に回転の方向は、気にせずに、例えばこのままこうやって回って男性がこっちに反対に回ると多少ちょっとねじれますが離してしまえばいいので1,2,3,4,5,6,7,8 ではもう少し進みましょう、ではまた動作を、ね、説明します。今度はちょっと複雑に、なりますが、まずちょっと この向きからかな、皆さんもディスプレイの前で真似してみてくださいね、こういうふうに今両手で組んでいて男女は両手ホールドをして左手を上げますね。左手をこう上げます。女性の右手ですね。そしてこういうふうに女性を近づけてこういうふうに下ろします。でこういうような組み方になってるんですね。もう一遍しますね。まず、まあ、胸ぐらいの高さまでにこう両手を上げて男性自分の左手を、ね、できれば手もこう持ち替えてそして自分の右側にこう置きますね。もうとにかく真似してみるわけね。で今度それをねその女性を左に移動させたりまた戻したりそのまま、男性は前進女性は交代、まあ、2人とも前進でもいいんですけども位置がねちょっと変わってきちゃうのでできれば、2人の間にね中心がある感じで男性は前進ちょうど、まあ、プロペラみたいな感じですね、もしくは男性交代女性前進でまた女性を解放しますね。こういうふうに解放します。つまり最初こういうふうに入ってくるそれと同じ逆のコースをたどって、解放しましょう。ではこれを一応まあ目安としては8つのカウントで次のような順番でしましょう。こちらの角度から見やすいようにしましょうね。ね、でステップするとき、ね、A バックで軽く、ね、男性は左足から1、女性は右足から1ですから、軽く持ち上げておいて、1、2、3、4、5、6、7、8、では、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8、また戻しましょう。3、4、5、6、7、で、歩いて、5、6、はい、解放しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。こういうふうにですね、組んだ状態をカドルホールドと言いますので、カドルとは寄り合うとかですね、寄り添う、2人が仲良く寄り添うということですね。カドルホールド、あまり聞かない英語ですけどね、日本語になってません。ね、ではもう一回しましょう。さっき順番がちょっと良くなかったので、ちょっと順番変えますね。まずこのレインボーアームといって、まあ、虹のように、レインボーのように、ね、手を回します。これよくやる面白いステップですね。なので、用。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7。では、カドル、コードになりましょう。1,2,3,4,5,6,7。まあ、順番は適当でいいんですけども、この後すぐ歩きましょう。1,2,3,4,5,6,7,8。で、横へ移動させましょう。1,2,3,4,5,6,7。それで、もう、めんどくさいので、こっちの手だけを持ったまま、こっちですね、こっちを外してやりましょうね。1,2,3,4,5,6,7。ね、こうするとすっきりしていいので、ではこれをもう突然音楽に合わせて、しましょう。ちょっと順番が終わったかな。
外するの入れませんでしたけどね、こういうの入れませんでしたけど、これも、もう皆様できますね。だから回転と、このカドルターンですね、カドルホールドになっていろいろ動くカドルターン、もう2種類できますね。で、このように本当にもう動作を覚えればこうやって足踏みしてるだけですから、もうド簡単というか、もう本当に超簡単な、すぐ楽しめるね、あの踊りなので、こう本当にですね、20代から40代の皆さん体はよく動くので、まあ喫茶店のちょっと空きスペースみたいなね、ところとかですね、そういうみんなでお茶など飲んだ時にですね、そういうところでも本当にもう気楽に踊れますね。会社の、会議室というのね、ところとか休憩室というところでもね、本当に、あとホームパーティーとかですね、友達の家のちょっとしたもう本当に4畳半のスペースでもあればもうバッチリですね。多少このヒップモーションといいますかね、ボディのことを簡単に説明しておきますと、まあ何せこう中南米のラテンですから、やっぱり体を動かすということは重要なので、あんまりまあそのままの足踏みだとちょっと味気ないかなっていう感じはしますが、最初はそれで十分なので、まあ、一応練習の仕方としては、よろしくお願いしますね。こういうふうに、まあ、腰をちょっと振るような感じですね。ポーン、ポーン、ポーン。ね、慣れてきたらあまり足をこう持ち上げてバタバタすると、ちょっと律儀すぎるというか、几帳面すぎるのでね、いろんなでこう柔らかく体を動かすような感じにして、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、でこのような感じにするといいですね。男性は左足、女性は右足からですよね。パンパンパン。メレンゲはお祭りのような音楽ですからね、本当にこうね、結婚式の二次会なんかでも踊ると楽しいですね。では頑張って続けましょう。さようなら。